はよう。みんなおはよう。朝です。うまお茶がおいしい。うまおいしいお茶に感動。みんなおはよう。はい、眠くない？私だけ？めちゃめちゃ眠いんだけど。めっちゃね、ね、昨日松パシだから見てまつげが上がってる。ギュルン。ほら、すごくない？ほら、昨日松パシに行ったの。美容室に行けなかった代わりに、あ、松パ行けるやんと思って、松パ行ったら、めっちゃギュルギュルになっちゃったんだけど。あら、これでノープラとコンサートは可愛いです全然目の印象違うよね。ね、ほら、リップも塗ったらちょっといい感じになりました。おはようだって。私朝あれを飲みたいと思って、オロナミン C が家にあると思ったのね。オロナミン C が家にあると思ったから、オロナミン C 飲もうと思ってポットをつまみ出したの。したらチャミスルでした私朝からお酒飲むとこだったと思って。危ない。なんか瓶の蓋がさ、ちょっと似ててさ、私寝ぼけてたからさ、よくわかんなくてさ、取ったらなんか重たいなって。まだコンタクト入れてなかったから、入れる前に行ったらチャミスルだった朝からお酒決めてしまうとこだってびっくりした瓶じゃん、オロナミンCも瓶で、そう、瓶のチャミスル
なんか思った思ってこうしたらあのチャミスルだった危ない危ない、今日は大事なリハーサルなのに危ない。何しようと思ったんだっけ。何しようと思ったか忘れちゃった。髪はしようと思ったんだけど、その前何かしようと思ったんで、まあいいや。あ、乳液しようと思った。乳液そうそう、酔っ払ってますよって。ちょっとね、あの私コンタクト入れてなかったから似てたんよ。でなんか奥の方にあったのね、だからあんと思ったら確かに大きさ全然違う。オロナミン C はうちにありませんでした。最近寝たら顔がむくんでるな、なんでだ。マッサージしよう。でこのリップの色かわいい(笑)めっちゃ面白くない？私朝からめっちゃケラケラ笑っちゃったもん、冷蔵庫の前でみたいな怖すぎ、もう怖い。あのね、チャミスルはね、飲んだらもう終わります。もう大変なことになる。しかも飲みやすいから、料理とかに合っちゃうとめっちゃ進んじゃうのよ、チャミスル。びっくりしちゃった、朝から自分にびっくり。でもさ、ここら辺をねこうしたら、ここの筋が綺麗になるらしくて、骨粗乳突起みたいな、骨粗ニュートツキンを最後はしっかりにマッサージしてます。でもなんかクリーム塗らないと痛いから、クリームを塗らないといけないんだけど、ここら辺なんかこう横とかさ、向くとき多いじゃない、振り付けとかね。そういうときとかにこことかをしっかりマッサージしておくと、ここが綺麗になるらしい。でしたら下分だけ出てくるんだって、この筋が。欲しくないと思って、最近はちょっと首までしてますでね、血の巡りを良くさせましょう。はい、よし、ではアイロンします。ねえクマ、私このクマのギフト好きすぎるんだけど、ありがとう。今日終わりがめっちゃ遅いんだけど、めっちゃ遅いんだけど、
おはようだった、おはよう、おはよう、おはよう、シンデレラはなされるのに、シンデレラがなさるこの夏が来る。おはよう、おはようございます。コンサートリハは順調ですか？だってなんか今回リハがめちゃくちゃ多いんですよ。そう、リハがめっちゃ多いから、ちょっと鏡の前でやる機会も今回何回か多かったから、なんかあれだ、結構なんかあれかも、いけそうと思う。番号がねちょっと変わってるからあれですけど、おはようだった、おはよう、めっちゃ髪の毛サラサラなんだけど、起きた時からサラサラだったけど、ねえ今日発売のスタバの新作がめっちゃ美味しそう。あ、めっちゃ可愛いの、お花バージョンだ、ありがとう。今日発売のスタバの新作が見た目色も可愛くて、そう今日から飲みたいなと思うけど、今日スタバ行く時間なさそうだな。なんかリハ期間にスタバの新作が出ることが多くて、メンバーとそうリハのキーに2回くらいの話題になるんですけど、そうそうそう、めっちゃ飲みたい。そうストロベリーのやつ、いちごめっちゃ美味しそうで、気になる。でもなんか噂によるとなんか上がチーズクリームらしくて、そう私はチーズ好きだから嬉しいんだけど、嬉しい。でもなんか別にチーズとクリームが一緒になんなくてもいいなと思っちゃうタイプなんだけど、そうそう、昨日さサブウェイに行きたかったんね私で、サブウェイまつげパンも終わってめっちゃサラサラになったんだけど、サブウェイに行こうと思って、サブウェイに行ったらもう昼時だったから、すっごい人が溢れててもう行けなかった。サブウェイ食べたかったのに悲しい。サブウェイ食べたかった。サブウェイとマミーサブウェイ寂しかったのに、ロンリーロンリーってめっちゃ多かった。私ね頼むのが決まってるんだ、私生ハムマスカルポーネ食べる、めっちゃ多かった、びっくりしちゃった。でも並んだらもうリハ遅れちゃうからダメだった、いけなかった。そうそうスタバのとこにできたよね、だってそうスタバのとこ
赤坂のところに赤坂にマックができて大喜びで私。そうで、その横にサブウェイもできたんですよ。だから嬉しいよね。で嬉しいと思って昨日そのサブウェイに行こうと思ったんですよ。そう、そしたらもうあれだった、もう人が多すぎて行けなかった。おはようだった、おはよう。行けなかった。悲しい。生ハム食べたかった。のサブロニーじゃなくてサブで食べたい時ってなんかあるよね。そうだから横のスタバに行きました。マックじゃないんかいって感じ。スタバに行ってカフェラテとスターバックスラテか、スターバックスラテとドーナツを買いました。そうだからマック、サブウェイ、スターバーって並んでるからもう最高なのよ。どれを頼んでも美味しいじゃん。ニノが行ったら余計に混んでしまいそうだって。いや混みません、混みません。私がいなくても混んでました。全然混んでた。お昼時だったからかな、ちょうど12時くらいだったからもう最高潮に食べやすいもん ね、 ね。そうびっくりびっくり、あそこら辺がすごい楽しくなって嬉しい。でね、赤坂にねポータマンもあるんですよ。私が好きなおにぎり屋さん、スパムおにぎり屋さん、ポータマンもあるから私あポータマ行こうかなと思ったんだけど、あそこからポータマまで1分くらい歩くのがまた間に合わなそうとか思って、そうポータマも行けなかった。残念。まあでも昨日はねまつげパーマに行けたから、もうコンサート前行けないと思ってたから、そうそうもう行けたから、もう自分はもうそれだけで良かったと思いなさいと思って、もう良かった、まつげパーマに行きました。もう髪はもうプリンじゃないからいいやと思って。ほんとこの間染めてて良かった、逆上がり公園の日に。ポータマは最近前からありますよ。赤坂のところにあのね、なんだっけ、デイリー宮崎のとこら辺にあります。私あそこら辺に行ってみたお店がめっちゃ多くて、そうなんか美味しそうな定食屋さんもあったから、そこら辺にも行ってみたいんですけど、まだ行ったことなくて。あと昨日また歩いてたら美味しそうなラーメン屋さん見つけて、ちゃんぽん屋さんか、ちゃんぽん屋さん見つけて、なんか歩いてるだけで行きたい店が増える福岡です。美味しいものがありすぎて。おはようだった、おはよう。そうなんかたまにね定食を食べたくなるんですよ。ご飯にお味噌汁にお魚みたいな、もう美味しい美味しいね定食。
ちょっと皮がむくみすぎです。この耳にします。だからそういう時のために美味しい定食屋さんをそんなに調べるのが好きなんですけど、ポータマめっちゃ美味しいよ。ちょっと高いけどでも美味しい。種類も豊富だからまた行こうって思う。おはようだった。おはよう。見てサラサラになりました。やったー。サラサラになったので、前髪でも私ね全然サラサラじゃないの。こうサラサラ風でなだけで、風だから全然サラサラじゃないんだ。実はもうギシ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 、マジでギシギシ。みんなが思ってる以上にギシギシです。サラサラに見せかけて全然サラサラじゃない。今日なんか光浴びたらめっちゃいいんだけどなんかやばい、めっちゃ金髪になったんだけど私え、なんで私、なんでだ、こんな髪色になる予定じゃなかったんだけど。なんかすっごい今の光だよねきっと、とか思っちゃうんだけど。あと今日黒着てるから、明日の髪型めっちゃ明日の髪型迷ってる。どうしよう。どうしよう。何にしようか。暑いんだよねノーバー公園なんてったって。パラパパパ、え、餃子を食べましただって。今餃子、明日餃子食べたいって言ったら餃子出してくれるかな。てか明日はね、お疲れ様配信みたいなのないのかな。 T2 の時あったよね。みんなコンサート前だから忙しいのか。ごきせんとお疲れ様配信したい。熱が明るくなるのかな。だってこのアイロンはならないはず。なんか周年とさ、まあ、当たり前にそこでデビューしたからなんだけどさ、ドンピシャすぎてさ、なんか今までもスタッフさんが全然ね、ご帰省のことお祝いしてくれなかったんですよそう、見たいよね。なんかさ、本当にさ、全部さ、周年と被りに被りすぎて、
でもこれないんだけど、なんかちゃんとしなくていいからさ、なんかちょっとやってほしいよねしょうがないよ。で HKT のお誕生日の日に5期生はデビューしたから、ちょっとね印象薄いですよね。後回しにされちゃう。でもね、こう一個配信をねしたいっていうだけで何人もの大人が動かないといけなくなってしまうので、そうなのです、大変なのです。けどファンの皆さんのためのことを思ったらね、やってあげた方がいいんだろうなって思いますね。うん、ね、だってこんな5期生が集まることって数は多くないじゃないですか。そうそう、今日夜配信はありますか？だって今日はしません。明日の配信は朝配信にしとこうかな。夜できたらするって感じしようと思うので、明日の配信は明日の配信は朝の10時くらいからかなにしようかと思います。餃子食べたいんだけど、餃子とピザとポテトとあと、あ、私砂ずり食べたい砂ずりと、あとはスモツも食べたいな。スモツとあとはおでんも、おでんいいな、おでんも食べたい。おでんとケーキとかもあったら良さそう。ケーキと唐揚げ食べたい。唐揚げも食べたいし、でもあと何があるかな。ピザもいいね。ピザも食べたいし、だって頑張ったよ5期生。まだ終わってないけど終わってないけど5期生頑張ったよ。頑張ってるよ、めっちゃ。でも自分たちで決めたんですけどね。決めたんですけど、待って、即言わないと。かわいいキリミちゃん、お腹すいた。お腹すいた。じゃあ10時になったら終わりね。
イタムありがとう。カズさん、スタラ、ストラトスさん、ハルオさん、ネトラスさん、マアイちゃん、ユータパパ、カズさん、ハリーさん、ドマさん、ワツヤマさん、ミンパディ、ハリー、エリューパパ、コニマさん、ワツヤマさん、トシさん、アールさん、ジーさん、コジめっちゃ可愛いありがとう、ユリカ、TH さん、マーシュー、セブのてっちゃん、クマありがとう、松山さん、ハートありがとう、カッサン、カズさん、ありがとうございます。ハリーもありがとう。エウリカ、ありがとうございます。ゆめねこさん、ありがとうございます。みんな、クマいっぱいありがとう。10時になったらランキング見ます。なんか暑いんだ。え、なんかピンポンが来た。ちょっと待って。宅急便が来た。何が来たの？私ね、今クレンジング頼んでてね、受け取り確認、配送状況、まず届かないとね、困るんだよね。輸送中、東京、お、届いてるのかな。あとね、もうこんだけしかないの。そうだから頼んだんだけど、ギリギリ届くかな。あとね、化粧水も頼んだの。あ、ジャパンって書いてる。あ、ドッキリかと思いました。だってドッキリじゃないね。え、何が届いたんだ。化粧水かな。このいつも使ってる化粧水がほら結構なくなってないんだけど、安かったから買っちゃったのよ。そうね、全部これ使ってるの。これ使ったらもうね、あのね、本当にニキビができなくなったんですよ私。だから最近ずっと使ってんですけど、これかな。ちょっとめっちゃCD カーだったよ。みんな CD 届いてるのね。私 CD じゃない。みんな CD いっぱい買ってくれてありがとうね私会えるの楽しみです、本当に。え、気になるんだけど、ちょっと待ってて、何が来たんだろう。まだ届いてなかった。もうショールーム終わんないといけないので、また届いたものは皆さんに見せたいと思います。はい、見せます。え、どっちかな。クレンジングじゃ、クレンジングがいいんだけどな。化粧水はそんなに急いでないから。あ、今日で名古屋のハイタッチが最終だって。あ、皆さん名古屋が最後の部が完売したらしいです。ね、
ありがとうございます、ありがとう。なので皆さん名古屋会えるのもラストですよ。名古屋はもう再来週会えてしまいますので、皆さんぜひちょっと名古屋行こうかなとか、もし名古屋近いよって人いたら来てください、お待ちしてます。はい、お願いします、楽しみです。ではランキングを見ます。13位がハリー、12位がマイちゃん、11位がカッサン、10位がアーカイブリフォン、9位がガオ、8位がエリパパ、7位がエリカ、6位がユータパパ、5位がカズさん、4位が松山さん、3位がトマさん、2位がコージ、1位がハセボンテちゃんでした。ありがとうございました。テちゃんありがとう、今日も頑張るよ、ありがとう、てっちゃんでした。また明日ね、頑張るよ。はい、皆さんありがとうございました。私は頑張りたいと思います。もう10時、やばい、お家を寝ないといけません。なので頑張ります。明日もなので朝10時かな、10時くらいから配信しようと思います。10時お願いします。はい、では皆さんリハーサル頑張ってきます。バイバーイ、バイバーイ。行きます。